あの、単に塩味ですよね。塩ですよね。いや、単にじゃない、ごめんなさい。いや、単にじゃなかった。私のね、スープを塩汁みたいな言い方されると非常に心配。白菜の。白菜の甘さ。あの、アサリの出汁、うん、ベーコンの出汁、すべてが出てこの味になる。そうそうそう、美味しいですよ。まあ、言ってみたら素材の、でから出る味が、この奥行きに広がっていると。これだから、鍋ですよね。鍋じゃなかったっけ。何を言ってるんだ、この男は。いや鍋の、このデクノボは何を言ってるんだ。鍋って味がわからない人間ですから、料理がわからないですから。鍋じゃないだろ。スープだろ。鍋じゃない。鍋じゃないだろ。ごめんごめん。何を言ってるんだ。ね、スープって言ってくれる。スープだよ、ね。それはどんなものでも鍋だよ。鍋で作ってんだから。